事な仲間。どうですか。残念でした。知らないわよ。これは面白いものを使っていますね。こんな集め方ではいつまでかかるか分かりませんね。せっかく集めたチャクラを費やすのは惜しいですが、化け狐のチャクラを全ていただけばお愛子になるでしょう。戦闘の奴らは幻を見せられている可能性がある。今逃げているという裏式は。追い込んだぞ。落ち着き。来るわよ。構えて。はい。開始。あれ、君たちは現実をかけられていたようだね。木の葉の警備が手薄になってしまったわ。これで里ががら空きになりましたね。人間は本当にバカですね。ボルト、どうした。裏敷が直接父ちゃんを狙ってもうまくいくのか。おかげの警備は万全。今は少しでも可能性のあるところに行くべきだ。サスケさん、あれ。お前の勘が当たったな。ありましたね。軌道認証しました。ホーグカラスキです。大筒木裏敷様。早くしてくれませんかね。逃がさんぞ。角のお礼はしたいですが、今は構ってあげられません。あなたたちには何もできない。なんだよここは。気をつけろ。さっき裏敷が持ってたやつだよな。早くゲートから出てしまいましたね。チャクラを使い切ってしまったか。どこだってばさ。ここは調べる必要があるな。やっぱこいつのせいなのか。おそらくな。わっ、間違ってばさ。あれ、ホカゲ岩の数、父ちゃんの顔岩が。いきなりどこ行くんだよ。過去の木の葉だ。裏敷、やはり先についていしたか。会いたかったですよ、渦巻ナルトさん。え、おうだ。いただきました。ん、チャクラが抜き取れない。封印術か。この野郎、バカよせ。くそ、なんだこれ。ん？あれは、そう、ここにいては邪魔が増える一方ですね。そこは、ナルト、絶命。ではさようなら。幼い頃から頭の切れる方なのかと思ってましたので。奴の名は裏敷。九尾のチャクラを狙っている。ん？俺たちは奴を始末する任務を受けている、ある国の忍び。うん。ではなぜ奴は九尾のチャクラを狙う。以前渦巻ナルトがそいつらに狙われたという。俺たちも。まさかそこまで知っておるとはの。俺たちは裏敷の狙いである渦巻ナルトを守るために。すげえ。あなたの中の狐を頂戴します。裏敷のあの妙な釣り針で体を刺されると簡単にチャクラを抜かれちまうんだ。しかも奴がもし無理やり封印をこじ開けようすればまずいことになる。ならやっぱり早く見つけねえと。父ちゃん、うるさいですね。このやっと。この先ですか。
強大な力感じますね。見つけましたよ。ここまでかと。何者だお前は。これはキュービのチャクラが漏れている。全部抜き取るには封印を完全に剥がす方が早いということですかね。素晴らしい。おや、もう来てしまいましたか。キュービのチャクラか。俺が奴の相手をする。ナルトを頼む。やはり封印術の類で防げるようじゃの。大丈夫か。待て。なんだよ。よかった、気がついたか。ナルトじゃなくなっとる。こうなると手がつけられんぞ。なことねえよな。聞こえてんだろ。大丈夫だってばさ。さあ、俺はいいぞ。そのまま。いかん。一度体勢を立て直すことにしますか。ダメか。くそ。やつか。あ、おいバカ。なる。突っ込むなよ。前みてえに捕まっちまうだろ。いや、だってよ。今度こそいただきますよ。くそ。カトン変弾。遅い。させるか。私の目は未来を見通すことができるので諦めてください。ヘロセンに。どういうこと。ボルト、ナルトを連れて逃げろ。するものですか。行け。離せってばさ。逃がすわけには。追ってきてはおらぬようだの。離せよ。離してくれってばさ。戻って勝てる見込みがあるのかの。この持ち主を探すとすかね。あやつがどんな思いでお前たちを逃がしたのか。私の目は未来を見通すことができるのです。たとえあいつの正体が何者であろうと、未来の動きを見通す術など聞いたこともない。いかんと言うとろうが。話せってばさ。その血。
お前の言ってた通りだったな。あんまり見え見えの攻撃だとあいつに怪しまれちまうからな。奴の服についた血はお前の血よりも早く乾いた。あの時浦敷自身が熱を発してたってことはあるのか。奴が得意げに言っていた未来が見えるという言い方が前から引っかかって、実際に未来を見た後で何らかの方法で戻れるとしたらどう。時空間を移動する以外にも能力があるってことなのか。もう逃がしません。気をつけろ。あなたたちの息の根止めてあげます。ちょこまかく動くガキですね。いや、何十回でも経験できる。今度は外しません。渦巻きナルト。忍法ガマ口縛り。なるほど、胃袋の中というわけですか。胃液で溶かそうとでも言うのですか。言ったでしょう、まず山物を。かかったな。ここは腹の中と言うたろう。まさか。お主はさっきの攻撃で同じ時間を何度も繰り返したので、あるあの素材の、黙見ろ。やったな。お、さっきの術すげえな。ああ、あやつ何かまだあるぞ。やばいぞ、あやつから邪悪なチャクラが溢れておる。てめえら全員まとめてぶっ殺す。まずい。今のあいらが暴走しておる。てめえらはブラス。今度こそ浦敷を止めてやる。何なのよ一体。さくらか。相手にもなんねえよ。何？なあ、浦敷をやっつける方法はねえのか。エロ戦に。私は奴の散らせてくれ。忍法ガンジシガミの術。なんでなんで。ああ、ドトンに読み沼。それ以上チャクラごとお前が動けなくなる。傷も治ってないのにあなたに聞きたいことがあるんです。怒りが足りねえならお前の大切に全てを壊してやる。もう器のガキだろうが関係ねえ。血だったのか。お前がいたのを忘れていたぜ。てめえもさっきの雑魚みたいに。北に南に西東に三人のバカか。増えても関係ねえ。まったく必死すぎて笑えちまうぜ。なんだあいつ、不死身なのか。合流可能です。足の御事玉光消えろ。うわあ、最後アマンだ。となるとは死ぬ。死ぬまで戦いをやめない。裏敷の相手も簡単。こんな、おい、飲み込まれやわなやつじゃないってさ。バッチリせ。ナイスボールだってばさ。俺たちでぶっ飛ばしてやるべばさ。リュウグウ。それからもだ。受け取れ。こ
これで終わりだ。フラシキは止められたのか。もう心配はいらないだろう。やったな父ちゃん。